エティルビレイ、クサックスクマス、2012イディルビレットは、トルコの女流ピアニスト、ナディア・ブーランジェとアルフレッド・コルトーに学んだミトハと、フェンメンに5歳で入門して、ピアノを始める。7歳の時、トルコ議会が特別法を通過させたおかげで、幼くして留学が可能となり、パリ音楽院に入学して、ブーランジェラの指導を受ける一方、ブラームスなどの作曲家を、マドレーヌ・ド・バルマレットから教わる。 15歳の時3つの部門で受賞して卒業すると、ホルトーやビルヘルム・ケンプに指示して、さらに研鑽を積んだ。16歳から数々の国際的に名高いオーケストラと共演しており、これまでにロンドン交響楽団、ボストン交響楽団、レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団、ライプツィヒゲバント・ハウス管弦楽団、ドレスデン・シュタッツ・カペレ、スイス・ロマンド管弦楽団、 フランス国立管弦楽団、シドニー公共楽団と演奏している。共演した指揮者に、ヘルマン・シェルヘンや、ピエール・モントゥー、エイリー・ヒラインスドルフ、ルドルフ・ケンペ、ゲンナ・ジー、ロジェスト・ベンスキー、ラファエル・フリューベック・デブルゴス、チャールズ・マッケラス、ジャン・フルネ、モーシェアツモン、岩木・ヒロユキがいる。ボストン公共楽団でのアメリカデビュー当日に、ケネリ大統領暗殺事件が起き、 聴州二事件が伝えられた直後に演奏することとなった。ブーレイズのピアノソナタ、リゲッティの練習曲の第1巻と第2巻、それぞれの全曲録音がある、唯一の女流ピアニストであることでも知られる。リゲッティの練習曲 14A、終わりのない柱を女流で録音した例はこれのみ、ブーレイズのピアノソナタ第2番をスタジオで再録した例は、女流では彼女しかいない。 ベルリンやモントリオール、イスタンブール、ドゥブロブニク、モンペリエ、ノアーン、アテネなどの音楽祭にも客演。審査員としては、バンクライバーン国際ピアノコンクールやエリザベート王妃、国際音楽コンクール、バイマル・フランツリスト国際ピアノコンクール、フェルッチョ・ブゾーニ国際ピアノコンクールに参加している。近年では、第2回、リヒテル国際ピアノコンクールにも審査員として参加した。 今後も審査員活動は続ける模様で、2017年はミュンヘン国際音楽コンクールピアノ部門の審査員を務めた。ビレットのレパートリーはかなり幅広くバッハから現代音楽にまでまたがっている。代表的なものとして1990年代から2000年代にナクソスレーベルより発表されたショッパン・トブラームス・ラフマニノフのピアノ曲は全曲演奏を記録している。 当初ビレットは、現代を音楽匹としても売り出された過去があり、多くのピアニストが得意とするラベルやドビュッシー、プロコフィエフなどを、一旦は素通りして、ミアスコフスキー、ブクレシュリエフ、ブーレイズ、ウェーベルン、カスティリオーニ、サイグンなどを録音したため、録音物のみではレパートリーが偏っている印象を受けるが、現在行われている新録音でこれらの偏りは、是正されつつある。 1980年代には EMI よりリスト編曲のベートーベンの公共曲全集を6枚のアルバムとして発表。1997年にはブラームス没500周年を記念して5回の連続リサイタルにおいてピアノ曲の全曲演奏を行い、また2曲のピアノ競争曲を演奏している。2003年にはやはりナクソスよりストラビンスキーのバレエ音楽。 日の鳥全曲のピアノ版を発表した。マルコポーロレーベルからは、音ケンプの作品、編曲集を発表している。1980年代後半から2000年代にかけて、泣きサすレーベルに移った際、使用楽器と録音機材の制限による品質の低い、録音が多く出たが、現在は、イディルビレットアーカイブズを新規に設立して、一切の制限のないデジタル録音を送り出し続けている。 ベートーベンのピアノソナタコンチェルトシンホニー全集バッハ平均率クラビーや曲集第1巻第2巻の録音は完了したダウンロード専売にも対応している2011年はリストの超絶技巧練習曲集の第2版を69歳で全曲録音した2018年5月にビレット全集を発売過去の大量の音源のボックス化が行われる一方 ドビュッシーの練習曲全曲を75歳を過ぎてからリリースするなど生涯現役である。ありがとうございます。